クルスです。ここで前回までのあらすじ。朝からパン食べて、クロワッサン食べて、ケーキを食べに来ました。今回の旅ではインパクト重視ということで、でっかいクロワッサンだったりとか、このカフェではなんとクロックスの形をしたかわいいかわいいケーキを食べることができました。想定外にクロックスのこの外側のチョコレートですか、ここがですね硬すぎて割れないっていうね、そういったアクシデントがあったんですけれども、まあそれも旅の一つの思い出ということで、皆さんは行かれる際にご注意ください。スイーツ3軒はしごした後の我ら、向かう先はなんとお食事でございます。いや、まだ食べるんかいって感じですけれども、一番行きたかったの実はこっからですから。最近ラチャログに出てきたあのお店に聖地巡礼行ってまいりました。それではこっからご覧ください。皆さん到着しました。今日一番の目的地、カニや。まさかの韓国に来て、ケジャン、カンジャンケジャンじゃなく虫ガニを食べるという聖地巡礼していきたいと思います。はい、めっちゃ綺麗です。あら、いつもなんですけど、お召し返したかしら、なんか光の加減とか、なんか多分表情がもうやっぱり聖地だと輝く。さっきのクロックスと全然違う。とここは内緒な感じで行かないと、ひっそり行きましょう。ひっそり行きましょう。入り口でなんかあっちがあれだよね、オープンスペースっぽい感じだよね。お店の入り口。そして私たちはこっち。ちょっと待って、日本人たちが食べた、これ見て。背後ヨンジンがこっちで、チャンビンがこっちで。あ、カムサムニダー。ここは YouTube の촬영を하는거죠。이거오시면주말실거죠。네。カムサムニダー。インディーツァディーツァ。여러분여러분찬빈시트입니다오늘은이시간에서前回名古屋の라이브에같이갔던스테이짱과합류를진짜하고있습니다그래서그래서현진시트는스테이짱에譲り좀오늘여러가지힘든일이있었다みたいな譲って私はチャンビにシートに座りたいと思います。よかった。最後最後最後よかった。そんなに喜んだ。嬉しい。泣いちゃう。思うのとか言い出して。やばい。
じゃーん、お料理が運ばれてきました。コースです。おかゆ、サラダ、お刺身、これなんだ、トマト、トマトのサラダ。あ、じゃあこっちにもサラダがあるけど、こっちにもサラダがあるということで、あとこれは酢の物なのかな、海藻が入っております。この第2弾でカニさんが多分やってくるというか、ご本人たちが食べたコースと同じものだそうです。あいごーいただきます。いただきます。マシケツよ、チャルモッケスムニだ。はい、もう一口食べたけどちょっと私写真だけ撮ってみる、ちょっとすいませんね。かゆー、なんかさ、あ、もち米みたいになんかね、もちっとしてる。あ、ほんとですね。あ、これもカニ入ってるんですね。この量だったら、ね、おかゆ、なんか日本のコースで出てくるおかゆ想像すると、もっとすごい量来ちゃうんじゃないかと思ったけど。美味しい。美味しい美味しい。優しい。うん。これ、もともとしたんですけど。今日初めて優しい味。ずっとこれでいいかな。グルテンのね、摂取してきたから。小麦、砂糖。おしゃれだね。コルさんご希望の蒸しパンのカフェがあって、うん、へぇー、蒸しパン、めっちゃ蒸しパンだけ並んでたね、うん、そう、なんかこういう、すごい、セイロみたいなの、なんか、そうなんです、デニッシュをだからセイロちょっと蒸してて、クリーと芋で安い、そう、すごい、韓国人しかいなかったね。あ、でっかい、ちょっと待って、お召し替えを、あ、そうなの、私はあの T シャツが暑かったんで、うん、いいんですけど、ね、お召し物で、サラダ美味しい、ね、ドレッシングがみかんっぽい、あ、みかんのドレッシングとキウイのドレッシングって韓国では結構普通で、結構フルーティーに食べる、めちゃめちゃ美味しい、美味しい、フルーティーに味がした気がする。韓国ではミニトマトってフルーツなんですよ、だからブドウとトマトと食べるみたいな、あ、そうなんですね、うん、ゲスト引っ張りましょう、ありがとうございます、でもここにもお魚入ってるんですね、トマトにも、あ、エビも入ってる、エビかな、エビ、なんだろう、白身かな、これは何の味だ、もしかしてレーザーが出るのか、これは、これは何の味だ、何の味だ、これは美味しい、でも何の味だ、エビですか、オイスターソース、え、酸味が、うん、あ、トマトだからね、黒酢、え、何を食べたんですか、入ってる、コリコリしてるの、うん、コリコリしてるものが入っている、うん、刺身のと、うん、ちょっとピリッときますね、ピリッと、ピリピリも来るけど、オイスター、あの、酸味も来るの、うんうんうん、はてなんだ、なんかワインビネガーみたいな、あ、これじゃあビネガーだ、うんうん、そうだ、うん、ワインビネガーですね、この酸味は、バルサミコじゃなくて、え早く食べよう、早く食べようかな、これこれこれ、これこれ知ってた、これカニのね、これ日本にもありますよね。え、でもなんかちょっとなんていうの、顔が可愛い。
負け顔っていうかな、確かに確かに可愛い、強気ではない、うん、なんかカニ道楽みたいな感じとは違う。これやってたよね、チューチューしてたよね、すんごい音立てながらチューチューしてたよね。ないんですけど、あるある、最近最近もうマシソ、はいね、よマシソよ、はいね、カニってさ黙るよね、黙りますね、上から確かに、上から確かに、ボーリング二人でこうやってやってる、そう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 、サムネが、サムネカニじゃないんですね、サムネカニじゃないんですよ、これみんなが食べます、今回の動画はここまで、いかがだったでしょうか。ラチャオブ9月5日にアップされたカニ屋さんに行ってきました。私たちが予約した時間がたまたま他のお客さんが全くいない時間帯だったので、運よくヒョンジンたちが座ったお部屋に通していただくことができました。これだけたくさんの量を食べて12万ウォン約1万3000円ぐらいかな、日本円で。どうしても韓国旅行っていうとカフェカツが多くなってしまったり、あとは安くて美味しいみたいなお店をチョイスしがちなんですけれども、推しの聖地巡礼をきっかけに、まだまだこういうね、紹介されてない素敵なお店があるんだなっていうことが分かりました。動画最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。アンニョー。